にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を制するマッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日の質問は、はい、東京都の80代の男性からですが、非常にシンプルな質問なんです。瓶付け油についてお願いします。あ、それだけです。難しい、逆に難しいね。そうですね、瓶付け油、うん、まあ、あの瓶付け油っていうのはね、力士の象徴でもありながらも、うん、日常生活の中ではまず見ないものなんで、まあ、どんなものなのかっていうところからじゃあお話ししてみます。まあね、我々が使ってたのは、うん、まあ、ロイこんぐらいぐらいの缶ですよ。そうですね、厚みがこんぐらいぐらいでね、うん、で蓋がパカッて開くやつで、うん、近江月油って言うんですけどね。そうですね、うん、赤い缶でしたね、確かね。私が入った頃にはグレーがかった、あのデザインも変わった、ね、うわ新しくなったっていう、買いに行ったら、はい、じゃあ自分で買いに行くもんなんですか。そうですね、デワロンビアに私が入った頃に一番最初に買いに行ったのは、うん、坊主頭で入って、うん、髪がだいぶ伸びてきて、うん、たら兄弟子から、うん、もうぼちぼち頭油つけろよって言われるんですよ、うん、たらもうこうね、毎日手で伸ばして、はい、うん、ブワーって油つけて、あの、まあ、新弟子さんでまだ曲げが言えない人でもね、こうオールバックみたいな感じでピタッとしてますから、うん、まあ、あれは油をつけてるっていうことですね。そうそう、あの我々の出羽の海部屋の時の兄弟子は、うん、うるさかったです。っていうのは、はい、しっかり中までつけろと、上だけつけてたらパカッと割れて、はい、バサッとこうなるんですよ、はい、しっかり中からつけたら、はい、もうノリで貼ったみたいな極端に言ったらそこぐらいまでつけろって言われるんですけど、でもこう一缶やっぱり買うんでね、あ、いくらぐらいするもん、あれ当時、いやもう全然忘れましたね、500-600円当時ね。あ、でも結構高いですね、うん、新弟子さんのサイズ。そう、それがね、あのこの間5月場所見に行った時に、うん、ちょっと朝散歩したんですよ。その時にね、あ、ここ油屋さんやったなっていうところも見てね、なかったですけど、今はね、もうビルになってました、そう売ってるかもしれないけど、昔の建物ではなかった。うん、そこにね、油とこの番付を折って入れる封筒とかも、ね、そこに売ってたんですよ、はいはいはい、封筒の形もちょっと独特でね、ちょっと長太いっていうか、はい、うん、封筒に普通の封筒ではないんですよね、そこに売ってましたね。そしたらそこはもう力士御用達っていうか、そういうものがいろいろ売ってるんです。そうですね、それを売ってるとこいうのはそこだけだったわけなんです。私が知ってるのはそこだけだって、うん、色が変わった時代から、うん、ちょっと他の場所に移ったような記憶があるんですけどね、うん、でもわざわざそこまで、あの、うん、毎回買いに行ってたんですか。なのでね、武蔵川部屋に江東区に引っ越してからは、はい、そのためだけに来るのって大変なんで、うん、相撲教習所に行ってる新弟子さんに、はい、ちょっと悪いけど帰りに、うん、油と番付牛と買ってきてって頼んだりしてました。相撲教習所は絶対国技館に行くんで、うん、でまあそんなことをしてたんですけども、うん、武蔵川部屋もだんだんこう人数も増え、徳山さんも、ね、在籍して、うん、最初は買ってきてもらったら各それぞれが、私だったら裏に松って書いてね、はい、徳山さんに渡しとくんですよ、うん、たら私が曲げする時には、うん、ザバーッと置いてあるのから松っていうのを探して、うんうん、徳健さんがね、うん、こう言ってくれるんですけども、うん、それもね、だん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 歴史が増えると缶の量が増えてくるわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、それだったらもう一括してて、特権さんが油栓を前場所をこう集めるんで管理しますと。あれって割と管理が難しくて、夏なんかね湧くって言うんですけども、ドロドロになっても、そしたらあっちこっち出すんじゃなくって、特権さんが管理して、もうこれ終わったら次飲んで、そうそうそう、なので特権さんが全部管理して冷蔵庫に入れたり、だから最初のうちは そこにブワーって缶が並んでるんですよ、それぞれの名前書いた。でもまあそれ徳健さんが管理するようになってからは、2個3個ぐらいずつ毎日ちょっとずつつけて、あの、やってくれてました。車のオイルを預けてんのなんかそういうですね。そう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 。別に誰のんっていうわけじゃなくて、何リットル残ってるっていうことだけ管理してくれて。それがね、えらい重宝しましたね。もういちいち買いに行かなくてもいいし、手間がなくなりました。でも正直ね、あの髪の毛が多くてすごく使う人もいれば、あんまり使わない人もいたんじゃないんですか。そうそう、多く使うとかあんまりないんでしょうけど、髪を洗ったら結構使うんですよ。あ、今日はあなたの洗う番ですよじゃないからね、
みんな好みですごく洗う人もいればあんまり洗わない人もいるわけですよね。松本さんは前にあんまり洗わなかったって言ってましたけど、そうですね、しょっちゅう洗ってるやつ見ました。そしたらその人の分っていうのは本当は結構たくさんいってるけども、そこまではもう、じゃあもう一回頭洗ったら100円プラスそんなことはない。でも瓶付け油ってね、すごくいい匂いがして、お相撲さんがどっか近くにいるぞっていう感じがする。この間もね、国技館に行ったらやっぱりね、あの匂いがしてましたね。当時はあんまり自分ではその匂い分かんなかったって言ってましたよね。全くって言ってみれば分かんなかった、その中にいたらもう花がそうなってるんで、で自分がつけてるじゃないですか。はいはいはい。なのでいちいちこうあれあれあれと気にすることもないし、でも今でも、ね、昔使ってたバッグとか出すとなんか瓶付けの匂いしますよね。あの歴史内に使ってたバッグを物入れにして入れてなんか出したら、なんかやっぱり油強烈ですよね。してました ね、でもあの匂いが自分たちはその中にいるからなかなか分かんなかったっていうのもまあすごいことですけど、まあ私辞めて1年後に力士が来て遊び行った時に、あこの匂いという感じで深い思い出が蘇りますね。まあ他にもね、独特のこうちゃんこ場の匂いとかもあるんですよ。ありますね、なんかこう煮炊きしてるような匂いとか、ね、なんかお相撲さんのちゃんこ場の匂いみたいな、いろいろね、あの、瓶付け油もなかなか後継者がいなくってなくなるんじゃないかいうようなことも、あ、そうなの、あるんですけどね、材料的にもなかなか難しくなってあり、でも絶対あれ安定的に出るものじゃないですか。まあそれはそうでしょうけどもね、でもいくらでお相撲さん必ずいるって言うても、お相撲さん全国で1000人もいないんで、でまたお相撲さんとの中でべらぼうに高い値段も消えれないでしょうしね。でもずっとあの継承してほしいなっていうことは、じゃあもうあれはもう私も入った時と辞めてからのすごい匂いですね。好きな匂いです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回。チャンネル登録お願いします。